はいどうも、パルプンテ J リーグサッカーチャンネルのトッツンです。ということで今回は新潟対長崎、ジェフ千葉対福岡、そして北九州対栃木の試合の、プレビューの方を行っていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、まあ、前節九州勢としましては長崎、北九州が、勝利して、まあ、1位2位キープということでございますね。で、福岡がちょっとまあ、連勝ならず敗れてしまいましたけども、じゃあ今節はどうかと、ミッドウィーク開催水曜日でございますけども、見どころとかを、お話ししていこうと思いますけども、まず最初ビファーレン対アルビレックスですね。まあ、新潟はですね、今シーズンからアルベルト監督ね、元バルセロナのカンテラで、コーチをしていた、監督がですね、まあ、就任ということでございまして、どんなサッカーかなと思ったらやっぱり攻撃的な、サッカーをしてきますね。しかしただポゼッションにこだわっているとかそういうのはまあなく、ただやっぱりこう中央からの攻撃にこだわっているような気がしますね。まあ、前節も本間師匠のドリブルから渡辺選手がゴールを、決めてアビスパに勝利ということでございまして、やっぱり長崎としてはこの中央突破を警戒しないといけないかなという感じがします。そしてまあレンタル組ですね、アルビレックスはまあこの夏に獲得した荻原選手を、浦和から移籍の荻原も活躍というかスタメンで入ってますし、あと中島選手もスタメンで入ってますし、まあ、チョンテス選手もね、おそらくそろそろ試合に出るんじゃなかろうかということで今期待されてるんですけども、まあ、今シーズンのじゃあ、新潟長崎の成績はご覧の通りですね。現在新潟が4位勝ち点25で、4位とございますね。で長崎がまあ首位35 勝ち点35で首位ということでございますね。で、まあ今回、まあ、やっぱり注目点というところに関してやっぱり新潟の得点力は警戒しないと、いけないんですけども、まあ、それよりも長崎からしたら、ね、したらやっぱりどう戦うか。前節がね、外国人選手誰もね、スタメンに名を連ねず。で、まあ結構ね、まあ水曜日と土曜日、今まで、ね、結構チーム分けていて、A チーム、B チームみたいな形で、分けて戦っていたイメージなんですけども、結構混ぜてきたなっていうね、メンバーをごちゃ混ぜにちょっとシャッフルしてきたかなっていう感じが、しました。じゃあ今節はどうなのかっていうことで、まあ個人的にはやっぱ試合に前節ほとんど絡んでいない外国人選手が、どういうプレーを見せるのか、コンディションはいいと思うので、そこ注目ですね。で、まあ直近5試合で言うと、まあ直近5試合、アルビレックス、新潟はまあ3勝1分け1敗ということでございまして、まあやっぱり攻撃陣が、こうハマれば強いというイメージなんですけども、この5試合見た感じだと、まあ、1点とか、まあ、取れて2点ということでございまして、まあ、複数得点はちょっとしばらく、お休み中という感じでございますかね。やっぱりただここちょっとね、本間師匠渡辺の攻撃力で長崎警戒しないといけない感じがしますね。長崎はまあ直近5試合は4勝 1敗ということでございまして、まあ、ただねこの数試合に関してはまあちょっと内容がねどうなのっていう試合もあれば、まあ守備がうまくはまっているなと、スコア以上の差があったなっていう試合も、ありました。特に前節大宮戦に関してはまあお互い我慢の、ゲームだったかなという感じがしますし、ただそういうやっぱりね、まあ、退場者大宮は出しましたけども、そういう試合に勝つっていうことは結構大事なので、まあ、長崎としてはこの勢いをそのまま持って、この新潟叩きたいところですね。まあ、新潟も現在4位ということでございまして、まあ、首位長崎との差は勝ち点10あるんですけども、まあ、ここ直接新潟が叩くと長崎との差は7になるということでございまして、まあ、そういう意味でもで逆に新潟は逆に負けると勝ち点13差に、なるということで、さすがに13はかなりでかいかなと、ね、7になるか13になるか、さあどっちだということで、まあ、この前10の可能性もあるんですけども、長崎としてはいずれにしよう、まあ、ここで引き離したいという感じがしますね。はい、まあ、注目選手としてはビハレやっぱ3試合連続ゴールがついた畑選手が、注目になりますし、そのパートナーがイバルボーイになるのか、富樫なのか、はたまたまだ玉田が先発なのか、それとも4-5-1にしてワントップでいくのか、そこちょっと注目して、見ていきたいと思いますね。はい、ということで次ですね、ジェフ千葉福岡ですけども、千葉は現在順位勝ち点19、福岡は15位で勝ち点18ということでございまして、まあ、福岡の方が1試合消化は少ないんですけども、まあ、こういう感じですね。まあ、ジェフ千葉の方は6勝1分け8敗ということで、まあ、勝ち負けがしっかりはっきりしているなという感じがします。そして福岡に関してはやっぱりこの数字見てわかる通り、やっぱ得点率ですよね。1試合平均得点が1点を切っているっていうのはなかなかにちょっと厳しいかなという感じが、しますね。まあ、失点も多いチームではないんですけども、失点が多くないだけにもうちょっと攻撃の方にリスクをかけてもいいのかなという感じがしますね。でもやっぱりそれに関してやっぱリスクをかけるかどうかっていうのは、前節結構、サイドアタッカー、まあ、前節でいうと増山とか石津選手のポジショニングっていうのは結構中に絞ったプレーが多かったので、これは正直続けてほしいかなという感じがしますね。やっぱり外に張ってるだけじゃなかなか、ゴールにはならないし、ファンマンにせよ東野にせよどちらかが孤立してしまうような形にもなるので、フォワードの近い
対1でプレーしたいってですね、このサイドアタッカーがっていう感じで僕はまあ思いますね。で、直近5試合でいうと千葉は、ジェフ千葉は3連敗なんですね。一時期調子良かったんですけども、まあ、長崎に敗れたあたりから調子を再び落とし始めて、この3試合でいうとまあ3得点で、7失点ということでございまして、まあそういうことでやっぱ失点がついている、複数失点が、ジェフ千葉続いております。で、前節の北九州戦はね、10分間、まあ11分ですけど、正しくは11分間で、3点取られているということで、まあこの1点ジェフ千葉っていうのはもともとね、前節までは先制すると、まあそこから逆転負けをしないというかな、勝ち点をまあ落とすことはほとんどなかったですけども、まあ前節北九州にね先制しながらもその後連続で3失点ということで、ちょっとそこは、気になる点でございますね。で、アビスパに関しては直近5試合でいうと、まあ、1勝4敗ということでございまして、アビスパはとにかく点が取れない。まあこの5試合に限って言うと、まあ多くても、まあ、5試合で3、東京ベルディ戦で3失点は、まあ、しているんですけども、まあ、その他の試合でいうと、まあ、1点に抑えている。まあ、1点っていうのは別に、まあ、サッカーの試合では許容範囲というか、まあ、それぐらいが想定して試合をしていると思うんで、あとは点を取るだけなんですけども、まあ、この5試合で2点しか取れていないということで、まあ、そのうちの1点はまあセットプレー、サロモンソン選手の、フリーキックからということでございまして、流れからゴールが欲しいなという感じがしますね。本当、まあ、ジェフ千葉も今守備が、不安定な状況でございますので、ちょっと戦い方とか、変えてくると思います。で、ジェフ千葉の今シーズンというのはあまりこう守備が、守備の選手がプレスをかけてこないということでございますね。こうガンガンハイプレスを、まあ、今サッカー界で流行りのハイプレスをかけてこないチームでございますので、まあ、守備に関しては待ち構えるリトリート気味の守備でジェフ千葉おそらく来てくると思うので、そこをどう崩すかっていう感じがしますし、この、ジェフ千葉がね、まあ、フォーバックがあまりこう守備の時はプレスをかけてこないということで、この、フォーバックとボランチとか中盤との距離感にどうしてもジェフ千葉の場合隙ができてしまうんですよね。なので、そこを福岡がうまくつけるかどうかですね。この 4-4 のブロックですね、フォーバック、ジェフ千葉のフォーバックと、中盤4枚、ここの間がね途中空くことがあるので、そこをうまく使いたいなという感じが効果としてはしますね。だからこのスペースに遠野選手とか石津増山みたいなね、スピードとアジリティのある選手が入り込めばチャンスになるか、そこをやっぱ福岡としては狙ってほしいなと思いますね。はい。で、次最後ギラバンツ北九州と栃木の試合ですけれども、まあギラバンツは9連勝ということで、これで、九州クラブ最多の9連勝ということになりましたね。まあ、ということで止まらぬ強さということでございまして、本当に今北九州調子が、よろしゅうございますなという感じで、ちょっとねここまでとは思いませんでした、正直。本当に、まあサプライズ候補とシーズン前、横浜 FC、 J1 は横浜 FC、 J2 は栃木か北九州かなって言っていたんですけども、正直ここまでとは思いません。本当にね、まあ10位以内に入ればいいのかなと思ってましたけど、ここまでとはね、本当、まあでもやっぱりその原動力というのは小林慎二監督のまあ戦力眼であったりとか、まあその小林慎二に応えようとするね、J3 最下位も経験したチームがここまで上がってくるということでございますね。で、今シーズンじゃこの2チームですけども、栃木現在7位で22勝ち点22ということでございますね。で、まあここは得点も失点も少ないということですね。で、北九州に関しては逆に得点は多く失点は少ないということで、やっぱりここが北九州の強みでございますね。もう11勝1分け3敗ということで、現在9連勝勝ち点34ということでございますね。で、直近5試合で言うと、ご覧の通りということで、まあ栃木はまあ連敗というかね、久しぶりの勝ち、連敗じゃないですね、これ勝ちを久しぶりに収めたということでございまして、まあ、あの1対0で、まあ前節甲府に勝ったということでございますね。で、ギラバンツはもう、もう白しかないですね。白しかない上にこの得点力ですね、2-1-2-1-4-1-2-1-3-2ということで、まあ、失点も続いてはいるんですけども、まあ、失点は続いているにせよ、まあ、前節の千葉戦の、10分間での3ゴールということで、やっぱりあそこでね、まあ、今年の、北九州を象徴していたプレーといえば、やっぱ荒垣選手のゴールかなと。やっぱりあそこでね、町野選手かな、確か、誰か、相手の選手を倒して、で、千葉の選手を倒して一瞬ファールかなって思ったんです。僕も正直あれファールと思ったんですけども、まあ笛は鳴らずで、まあちょっとジェフ千葉の選手と福岡の選手両方足がちょっと止まってしまったんですね。で、足が止まったんですけども、荒垣選手だけはしっかり足を動かして、シュートを放ってというところですね。本当時が止まった一瞬、時が止まったところを荒垣選手だけ動いていて、そこでしっかり決めるという、やっぱり好調のチームというのはこういう、集中力を切らさない選手が、いるチームと僕は思いますので、やっぱりあそこは今の北九州を、象徴したシーンだったかなと僕は思いますね。で、やっぱり注目選手でいうとディサロ選手とかもいるんですけども、やっぱり高橋大吾
後かなと、まあボランチでの出場がついていますけども、さあどうだと、まあそろそろもしかしたら休みを与えられる可能性もあるので、まあ注目選手って僕が言うと、ね、特に北九州の場合はなぜか僕が注目選手って言ったら次の日とかね、スタメンから外れるというゲームが結構、続いておりましたので、注目選手に挙げづらいんですけども、ただやっぱり高橋大吾とか椿とか、まあその辺の選手ですね、ドリブラーがどれだけこの栃木の、栃木のこのディフェンスラインをまあ出し抜けるかとか、まあサイドを深い位置まで進入できるかというところですね。もう町野選手、ディサロ選手でも誰でも本当に今北九州でどこからでも点が取れるチームでございますので、まあ、そこをねやっぱり栃木からしたらこの2トップだけ抑えてればいいんじゃないよって感じがしますし、逆に栃木でいうと僕は瀬川選手が好きな選手ですね。本当栃木の瀬川選手好きですね。この瀬川とか矢野のこのホットラインですね、サイドからね、瀬川のクロスに矢野とかね、そこら辺ちょっとケアしないと、まあ北九州やられちゃうよということで、まあ前節北九州はまあレビュー動画でも言ったんですけど、4バックの距離感が横のラインの4バックの4枚の距離感が悪かったなと僕は思います。そこにスペースがちょっとできてしまっていたので、そこをうまく千葉の選手に使われていたということで、この試合栃木の試合でそこを改善してくるのか、それともあそこをあえて開けて別の狙いがあるのかなとか、そういうのも考えられるので、そこがちょっとどうなっているのか個人的には注目して見てみたいと思いますね。はい、まあ、ということで今回、J2 プレビューということでございました。本当今回こそ、九州勢また3連勝ということで狙ってほしいと思いますね。はい、ということで以上パラプンテ J リーグサッカーチャンネルのつつんでした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。さよなら。